がワンタッチ浮かせた、背中を取る広瀬、交錯する、上げた、エメラルド、後半アディショナルタイム3対3同点、鹿島アントラーズ。再三クロスを信じて上げてきた両サイド、途中おそらくファールだろうというところで、まあ、足が止まってしまいましたね。うまくつま先で残しました。まあ、最終的には